はい、今は上野公園に来ています。上野公園にあるこのワニ博士のその石碑がありますけれども、まあ、それを今こう見ています。その石碑が2つあります。はい、このワニ博士の石碑なんですけれども2つあります。この石碑は昭和15年ですね、戦前に作られたものです。この石碑を、作るにあたって李雅子様のご主人であった李王朝最後の皇太子の方のそのお名前もありました。まあ、寄付をされたんだと思います。そして、今日の表現ですけども、今日の表現はこれです。ピーソ、ピーソ、日本語でいうと石碑のことなんですけども、韓国語では石碑でなくて碑石と言います。漢字を逆にして碑石と言っています。はい、今日の一言でした。